皆さんこんにちは、朝日です。今日はですね、こちらにありますドクターシーラボのアドベントカレンダーを開封していきたいと思います。いや、この時期ね、いろんなブランドからアドベントカレンダー出てると思うんですけども、このドクターシーラボ結構私盲点で知らなかったんですけれども、ネットでちょっと調べた感じ、おそらくね、去年に初めてアドベントカレンダーが発売されて、今年で多分2回目とかなんだと思うんですよね。しかも結構中身がね、豪華で、なおかつ今撮影している今日現在でまだね、あのネットに在庫がありそうだったんですよ。これ公開するときに売り切れたらどうしようって感じなんだけど、まあでもね、中身とか見てちょっといいなと思ったらね、あのチェックしていただければなと思います。でもうすでに発売はされておりまして、で通販と店舗でも発売されてるみたいで、お値段が税込み2万8000円っていうことなので、アドベントカレンダーのね、価格もピンキーだから、その中ではまあまあ手に取りやすい方なんじゃないかなというふうに思います。ということで、外観はね、こんな感じ、こんな感じなんですけども、中がね、ちょっと早速見ていっていいですか。開けます。オープン。かわいすぎるんだが、めちゃめちゃクリスマス感、季節感めちゃめちゃ満載なので、なんかこのままね、やっぱ飾っといてもすごいテンション上がるなと思いますね。で、このページだけじゃないんですよ。なんと、もう一ページありまして、じゃじゃーん！はい。今度はこのお家の中に入ってパーティー中みたいなね。なんか紙芝居みたいになってるけども。2ページ分なんですよ。めちゃめちゃ豪華じゃない？で、今回のアドベントカレンダーが、ドクターシーラボとジュエルロブションって言って、なんかあのフレンチ料理とか、なんかスイーツとか、なんかそんなイメージがあるんだけど、なんかそこのブランドとのコラボレーションになってるみたいで、なんかね、化粧品だけじゃなくて雑貨も入ってるらしいんですよね。先にちょっとネタバレ情報言っちゃうと。ということで、じゃあ早速ね、12月1日から開けてまいりましょうか。わー、ちょっと楽しいね、やっぱりこういうのって。じゃあまず1日いきまーす。おー、うん、あ、ちゃんと箱ケースに入ってんだ、すごっ。しかもでかっ。アクアインダーム導入エッセンス EX スペシャルっていうね、美容液ですね。一発目から美容液が出てきました。これの、10ml、 結構たっぷりじゃない？しかもポンプ式、洗顔後すぐの肌につける導入美容液で、角質を柔らかくして美容液成分が浸透しやすい状態に整えてくれるっていうね、ものらしいです。あ、こんな感じ、透明だ、トロトロの、あ、気持ちいい、めちゃめちゃ馴染みがいいね。これでしっかりとお肌をね、整えられるよっていうやつがまず一つ目。あ、すごいね、ちゃんと考えられてますね。そして、二日がどこだ？あ、ここちょっと大きめです。じゃじゃーん！いや、なんか新しい。何これ？ジェノマーのナイトクレンジング、メイク落としですね。このジェノマーっていうブランド、私初めて見るんですけども、同じちゃんとドクターシーラボから出ている商品で、まあ、ドクターシーラボといえばそのドクターズコスメっていうね、イメージがあると思うんだけど、同じくドクターズコスメの中でなおかつエイジングラインにね、特化しているっていうのがこのジェノマっていうブランドの特徴らしくって、そのメイク落とし、え、これも 20ml なんだけど、こんなもん、結構たっぷりめ。しかもナイトクレンジングっていうことなのでね、しっかりと落としながらもエイジングケアというか保湿もしてくれるっていう感じなんじゃないかな。3日目は、あー、こういうことですね。なるほど。ジュエルロブションのロゴ入り付箋。こういうミニミニ付箋ですね。そう、なんかね、おしゃれな場所にね、このジュエルロブション、あの、お店、店舗を構えたりするんですよ。そう、多分それのなんかイメージでこういう感じなんだと思うんだけどね、今回。で、4日目が、じゃじゃーん。あ、ちゃんとコスメ出てきた。重い！エンリッチリフトリペアオイルローズっていうね、アイテムらしいです。15ミリで、これもう原品っぽいよ。こんな感じ。しかもちゃんとこのスポイト形式。あ、スポイト形式で、ほら。え？ローズの香りするってこと？あ、する。
いつものスキンケアにこれ一滴、年齢とともに乾燥しがちなお肌を守るローズの芳醇な香りで肌も心も癒すオイル美容液。めっちゃいいじゃん。一滴でいいからね、これ。だから、かなり持つと思います。うん。で、しかもオイルってやっぱね、こう、酸化したりとか、ま、いろいろとあったりすると思うので、このぐらいの量で使い切れるってめちゃめちゃいいと思うし、香りもとってもいいですね。っていうか、オイルとかもあるんだ。5日目は、これもコスメじゃない？いや、違う。パフだー！おシーラボの、なんかいろいろ考えて作りました系のコットンですね。コットンパックとかも使いたいとかするので、まあ、いくらあってもこれは嬉しい。そして、6日目。なんだろうな。なんだろうな。リップセラムって書いてあるんだけど、ダブルリペアリップセラムでーす。はい、しかも驚き、これ通信販売限定なんですけども、現品2200円相当のものがこれ入ってます。すんごーいい量じゃない？特にこの色付きとかじゃないから夜寝る前とかも使えそうだし、結構リップ系はさ、なくしたりとかカバンによって色々とね入れてあったりとかすると便利なので、ちゃんと唇までケアできるものが出てきましたね。7日目が、これが、あ、ジュエルの雑貨が出てきた。巾着ポーチって書いたんだけど、こんなミニミニの？かわいい！しかもちゃんとしてるんだけど、ほら、ベロアっぽい感じの生地で。しかもリボンもなんか上等な感じよ。雑貨は雑貨だけど、なんかこう、使えそうな雑貨が入ってるからいいね。そして、8日目は、どこだ？どこだどこだ？ぽよ？およよ？これも知らない。シャンプーだって、ボタニカルシャンプー。40ミリ。こちらもローズの香りですね。シャンプーなんか出てるのね。あ、ほんとだ。めっちゃロージーな。すごいいい香りがします。やっぱスキンケアのイメージがすごい強いので、まさかシャンプーなんかあるっていうことは、じゃあ次、トリートメントってことですかね。9日目、オープン。ぽい！あ、そうだ！トリートメント！ボタニカルトリートメント、ローズの香り出てきた！これでもう、温泉いけちゃう。自然由来成分 90% 配合のノンシリコンシャンプーと、トリートメントでドライヤーの熱から髪をね、守り、腰張りを与えてくれるらしい。惜しみなく入れてくれてる感じがすっごい好感度高い。10日目、あ、これもなんかちょっと雑貨っぽい感じかしら。あ、違う。あ、ジェノマー出てきたよ、ジェノマー。フォームです！洗顔フェイシャルフォーム。これも結構15ミリでたっぷり系。もっちりクリーミー泡のミネラル洗顔フォームですって。だからドクターシーラボよりもこのジェノマーっていうブランドの方が若干ちょっとお値段がエイジングラインなのでお高めなのかもしれないですね。11でかっ。じゃーん。ジュエルのペーパーナプキンが出てきたよ。ちょっとシックな黒なので、テーブルコーディネートしたりするときにも、なんかおしゃれに決まりそうですね。はい、続いて12日目行きまして。あ、ドクターシーラボ来た。あ、でかくない？ BB クリームエンリッチリフトっていうファンデーションですね。4290円だよ、これ。多分原品な気がするんだけど、30ミリで 1.5 から3ヶ月分使えます。 SPF50 プラスの PF4 プラス、平均的な肌色の方っていう感じのお色味みたいで、すごい伸びもねいいので、これだったら特にお肌色結構幅広く使える気がします。しかも BB クリームなんで、サクサクっとねメイクしたい時とかにもよろしいんではないでしょうか。はい、続いて13はこちらです。ビャビャン、あー来たぞ。 VC100 エッセンスローション EX スペシャルミニです。私このスペシャルじゃない方はもう絶対ストック欠かさないっていうぐらい絶対使ってるんですけども、それのさらにビタミン C たっぷり入っているこちら 28mm
のものがね入ってて、これが1760円だよ。この小ささでビタミン C だけじゃなくってプラセンタ、あとヒアルロン酸のトリプル配合、 VC100 ラインの中でも最高峰化粧水です。とろっとしている感じのすごいリッチな化粧水です。これはなんかすっごい濃密なんで、冬の本当に今の時期、これからの時期の化粧水でしっかりと夜のスキンケアとかに向いてそうな感じがする。あ、でももっとペトペトすんのかなと思ったら意外とペトペト感ないから、こういうちょこっとサイズ試せるのすっごいいいと思います。で、14はこの一番下、エンリッチメディカルリフトクリームミニです。はい、これもうここに書いてあるんだけどさ、ピュアレチノール配合の夜用濃密エイジングケアクリームらしくって、レチノールケアまでできちゃうっていうのがすごすぎるんだけど、しかもこれ 8g なんですけども、もうお値段が3300円です。やっばー。で、レチノールも純粋レチノール配合なので、このぐらいの量結構いいと思いますね。なんかあんまり大きすぎたりとかすると、レチノールってこう成分とかがねこう変わりやすかったりとかするので、それが高濃度配合されております。で、紫外線との相性がねあまり良くなかったりとかするので、本当に夜にしっかりとこれでケアをして土台を立て直すと、かなりこのお値段の元は取れるぐらいの内容なのが、もうこの段階でもだいぶわかるんじゃないかなと思います。で、15いきます。じゃじゃーん、こちらジュエルロブションのマスキングテープだって。やっぱなんかラッピングとかなんかパーティーというか、この時期になんか使えそうな感じなものが入ってるイメージですね。結構おしゃれな高級感あるジュエルロブションロゴ入りのマスキングテープですね。こういう楽しみもあったりとか、最後、このページ最後なんではないでしょうか。16日、オープン。はい、いや、これもすごいな。もう一つセラム出てきた、メディカルリフトセラムのミニです。はい、こちらが 10ml で3190円。結構ちゃんとたっぷりよ。ほら、これもさっきのこの導入美容液で中間にちゃんとつける美容液までこちらついております。これもちょっとこういうあの半透明というか乳白色系のトローンとねこう伸びてくれる感じの美容液です。テクスチャーがすごく私好きで、伸びとか肌なじみとかっていうのをすごいこう考えられているなっていうふうに思うから、なんかこれもちょっと私使ったことなかったけども、触った感じのねこのファーストインプレッションというか使用感がすっごいどれもやっぱいいね。ということで全部開けたかな。うん、このページは全部開けましたので、続いて17日以降のページ行きたいと思います。はい、こちらです。17日は一番下にあります。これもなんかちょっと高そうなのが出てきたんだけど、ジェノマーのローションですね。化粧水 9ml、すごいちっちゃいけどもいいお値段する系じゃない？これ、特にお値段は書いてなかったですね。でも原品はこういうパッケージらしいんですけども、それのねちっちゃいサイズが入ってますね。香りがなんかちょっとこう濃厚というか、 VC シリーズとはまたちょっと違うあの奥ゆかしい感じの香りですね。でもやっぱこれもすっごいほんと馴染みがいい。もうスーって本当に浸透しちゃったもんね。じゃあ18は、結構これは縦長だね。じゃ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 んじゃん。わー、これさ、これも原品だよね絶対。 VC100 ダブルリペアセラムです。はい、こちら 30ml でなんと原品7700円。きたね。二層式なんですよこの美容液で、シャカシャカシャカってやって使うんですけども、こういう感じになるんだけど、お水のようにシュルーンってお肌にね馴染んでくれるんだけど、でもこの馴染んだ後の安心感みたいなのがねかなりよくって、だから朝のあのスキンケアとか使っても全然邪魔しないし、そう、これはすごくいいですよ。香りはあのシーラボのちょっとオレンジっぽい感じの香りがほのかについてる感じです。いや、次のこの19も大きめです。
ローブション来ましたね。はい、こちらジッパーバッグセットでーす。こういうジップロックタイプの透明の袋、これが5枚ぐらいかな、あ、3枚、5枚ぐらい入ってますね。中身見やすいから普通にあのポーチとかに小物入れたりとかアクセサリー入れたりとかもできると思うし、まあ、お菓子入れたりとかそういうのでもいいと思います。かなり雑貨もしっかりと量が入ってる感じがする。おー、クリームかな、ジェノマのクリーム出てきました。 8g サイズ、こちらすごっ。お値段、通常商品は 50g 入ってて3万3000するらしいんですけど、 8g で5280円相当ですって。結構ほらちゃんと 8g だもんね。ほらめちゃめちゃちゃんと入ってます。いや香りがリッチなんだよな、ね、やっぱジェノマの方の香り結構私好きですね。で21でしょう。21は、あ、これは雑貨かな、大きいですね。いや違うぞ、なんかどでかいのが。はい、私の大大大好きな VC100 エッセンスローションの 100ml。 すごい、ほんのりとろみのあるシャバット系で、と季節問わずもういつでも使えて、でオレンジのこの香りもとってもいいし、なんなら今日も私これでスキンケアしたぐらいなんだけど、もうとにかくお肌の安心感がやばいんですよこれ使うと。でしかもちゃんとビタミン C でケアできるので、夏のスキンケアももちろんなんだけど、やっぱこのしっとり感がちゃんとあるから冬でも全然ちゃんとね、あの化粧水の役割っていうのを果たしてくれるアイテムになってます。下手に小さいサイズとかじゃなく、このサイズ入れてくれてるっていうのが、よりあのドクターシーラブの商品をねちゃんとこう知れるんじゃないかなと思いますね。これと美容液とかも最高だと思う。そしていよいよちょっとクリスマスもね近づいてきちゃっておりますが、22日は、これ、ハンドタオル、はい、ロブションロゴ入りの黒のシンプルなハンドタオルです。いやもうタオルなんかいくらあってもいいからね、こんな感じめちゃめちゃやっぱシックでいいですね。あっという間にクリスマスだけど、最後はゴールドのなんかキランキランが、うわすごい、またまたジェノマのナイトアップクリーム出てきました。こういうちょっとこうとろみ系、とろみ系のジェルっぽい感じのテクスチャーです。これもやっぱ7000円相当ぐらいです、グラム数で見ると。おそらくフルラインでジェノマちょっとずつ試せる感じがするので、冬のしぼんだお肌とかをね一気にこう復活させてくれるような気がします。そしてもう残すところ最後の24日、いや期待を裏切らない重さが、重さを感じるよ。ほら、新アクアコラーゲンゲルエンリッチリフト EX の 50ml 限品です。すごい、これもお値段が、1ヶ月分の量が入って4950円です。そう、これはね、サイズがいろいろとあって、一番大きいサイズで、まあ、200g とかっていうね、超大容量みたいなのがあったりするんだけど、評価もめちゃめちゃ高くって、今年リニューアルしたかなんかなんだよね。ちゃんとほら、スパチュラもついてるしさ、中がほら、見てよ、トロトロトロンな感じのね、かなりみずみずしいテクスチャーになってます。ドクターシーラボジ史上最高傑作で、目元に潤い、口元に張りを出してくれる、高機能ゲル。です。これがコラーゲンとかヒアルロン酸もそうだけど、ナイアジンアミドとかも配合されてるので、本当にふっくらとしたこう張りのあるお肌にしてくれるっていうゲルになってます。いやこれはすごいね、もう原品のオンパレードじゃん。ということで全部ね開封していったわけなんですけども、全部で18点シーラボの商品が原品含めいろいろと入っておりまして、6点のジュエルロブションのこの雑貨系が入ってるっていうねのが今回のアドベントカレンダーの中身でございました。いやこれはとてもとてもお得なんじゃないかなと思います。なんなら去年よりもさらにパワーアップしている内容になってるんじゃないかなっていう感じがしてて、まあ次回来年も出るようだったらちょっとこれは検討したいなって思うぐらい、すごくすごくゴージャスな、クリスマスにはぴったりの
アドベントカレンダーなんじゃないかなと思います。はい、ということで気になった方は、下の、ね、概要欄にリンク貼っとこうかなと思いますのでチェックしてみてください。かなり長い動画になってるかなと思うんですが、最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。